タレントパーだったらもう入ってますから、ね、そうですよ。いけ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 、うわー、まずどうすればいいんだよ。俺がただのキモオタかどうかはお前らと店長が決める TV。 エンジョイパチンコライフ。ピーマッ TV、 YouTube、 そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは。平天くんです。今回は群馬県高崎市にございますメッセ倉賀野店さんに来てます。777台ね、これなかなかね、狙ってやらないとできない数字だと思いますね。よっぽど7が好きなんでしょうね。そういうお店僕も好き。期待しちゃう。それじゃあ早速行ってみたいと思います。入店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 、やってきましたメッセ倉賀野店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。はい。あ、どうもありがとうございます。じゃあね、早速ねデータ見に行きましょう。まあね、ジャグラーコーナーは後で見ようね。あ、どうもありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。頑張ります。えいえい、メッセ倉賀野店やってまいりました。えいえい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。まあね、もうこの時間ですからね、なかなか。あ、でもご丁寧に枚数出てますね。モンスターハンター月下雷鳴5000枚オーバーでーす。もう一度だった、5000枚、月下雷鳴。うわー、こちらの早急のファフナーなんと5000枚オーバー。そのお隣も4986枚、ほぼ5000枚ですよ。リングも3000枚4000枚と、なかなかいい出玉を。ああ、どうもありがとうございます。えい、ありがとうございます。ゴスロコーナー、まとまき4000枚、ヤジキタ4000枚。えいえい、ありがとうございます。ゴスロにもノーマルタイプあるのいいですね。あ、すっげえのあったよ。ゴスロコーナー、オッサラリーマン番長12400枚オーバーでございます。すごい、おめでとうございます。わっ、リング7500枚オーバーですよ。すごい。はい、スーパービンゴネオ4943枚、お隣4600枚オーバー、素晴らしい。おっ、ドリームジャンボ幸福のチケット君に5027枚。行ったのかな、ここに。ここ行っちゃったんだろうな多分。おお、すっげえ、メイドルナイトあるよ。結構好きですよ、エイテン君。そしてそのお隣、初めて見たニャンニャン娘。いいなあ、クラワノテンさんいいね。なんかダッシュマンとかで来たいな。じゃあね、あ、ここですね、ジャグラーコーナー。じゃあジャグラーコーナーちょっと見に行きましょう。これ北電車のデプターランプですね。そしてジャグナビまでついちゃって、ご丁寧に、素晴らしい。いい台はお客さんが座ってんだよな。空き台で探さなきゃいけない。今日なんかね、 ATART 機が結構各機種でポンポンとね、4000枚5000枚出てる台が多かったんで、今日はどっちかっていうと ATART にお客さんついた感じなんで、ちょっと試行回数が あるものも、あ、どうもす、えいえい、頑張ります。試行回数の強いものもあるんですけど、ちょっと少ないですね。今日は ATART 機だったんだね。118分の1とかお客さん売ってますもう。ああ、これ127分の1、ちょっと試行回数少ないけど、でも4の5ってすごいね、バランスもいいし、ちょっと気になるね。なかったらあれもいいかな。あー、すごい、127分の1。うん、えいえい、どうもありがとうございます。えいえい、あー、どうもありがとうございます。えいえい、頑張ります。ありがとうございます。失礼します。えいえい、えいえい。す
ごいイケメンなんだよお兄さん。あーどうもす、ありがとうございます。なんかすごいイケメンなんだよできればね、マイジャグラー2とかみんなのジャグラーとか打ちたかったんですけど、あんまり打てる機会がないですよね。だいたいリーダーお客さんガチで掴んじゃってるんで、まあちょっと試行回数が少ないんでね、あのはっきりとは言えないんですけど、まあもう飽き台でこれだっていうのはこれしかないんで、じゃあ今回はこいつで、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで、今回ヘイデングが選んだ台は北根さんの、ニューアイムジャグラー EX ですね。合成127分の1、まあ試行回数少ないですけど、まあこの台が一番ん。あーどうぞどうぞ、チャレンジャー、チャレンジャー来ましたよ。おそりパッチャス引かないね。おお違うところでコンといい音がしたねよくあるよな、ヘイデン君がこうおそわりパッチャーってやると俺じゃないどこかでねまあでもね、これぐらいのジャグラー打ってるのが楽しいですよ。ましてはちょっとね、今400余ってるんですけど、400余ってるとあーちょっと違うのかなーみたいな、いや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 みたいなね。逆にちょっと悪くても一気にジャグレンで130分の1になっちゃったりとかねするんで、そんなことはどうでもいいと光らせろってね。うえい残念追加だはい、2000テルですね。47枚ずつなんで94枚目。そうそう、こちらのお店、10時45分閉店なんですけど、会員カードを持っていればエクストラタイムということで、5分間の遊戯延長が可能となっております。閉店くんは会員カードを持っていないので45分まで。あー94枚目おー粘る、いいね、粘ってください。粘ったついでに、うい94枚目おーいいね、粘る、粘るの大事。94枚目もう一回粘ろう。あー粘った、いいねういあーいいね粘る粘る、あー残念追加どうしここでグッとこらえやがった、ここでこんなんなってこらえんなよ。そうそう、この撮影今日ですね、12月の22日、2014年の12月の22日なんですけど、動画の配信はもう2015年になってまして、私エデックまだ2015年勝ってませんここはちょっと勝ちたいね。3倍ハマり、4倍ハマりぐらいか、今4倍ハマりぐらいまではあるよ。さすがに5倍いくとちょっとね心折れるよな。めっちゃねやばいなあと8分ありますよ。最近でも引き悪いんだよな、ドラクエもね C ランクしか出てこないびっくりですよ、魔王フェスだっつうのにやばいなせかどーし5000出る、あと6分ある。まあしょうがないね、光るときは光るし光んねえときは光んねえだからさ、うん、でもやっぱそれをなるべく確率を上げるためにはやっぱいい台、ちゃんと自分で納得した台を打って負ける、負けるときはね、その自分の甘えでこの台でもいいかっていう、そういうね甘さで座った台で負けるのは一番悔しいから、打たなきゃよかったってなっちゃうんで。4分前だ5分前か5分前だね、流れだね、結構いいね、いいね、出てきたよいいよ、流れが来てるよ、出てきたね、うん。なんか年始っていつもこんな感じだったような気がするな2015年もちょっと先だけ不安ですねこれねでもそんなこと言って最終的には良かったですからね。
今日来たほら言ったよかったありがとうございますありがとうございますやばいあと3分しかないからできればビッグでお願いしますよしやったありがとうございますありがとうございますやったせあれここどこだったっけメッセクラガノ店いい店だねいい店だねやったやった5の5でございます5、5でございますねいいね777台777そして5、5と関係ねえかさあお時間があと1分ぐらい残るんですよねで20035枚なんでまあ80枚近く使っちゃうとちょっとマイナス益になっちゃうけどまあでもコインもあったしなもちろんいけるかはいやりましたあと1分ですジャグリンしてくれよよしげーはいコーヒーどうもありがとうございますジャグレンあと1分しかないですけどねよしげーお願いしますはい残念大丈夫お兄さんが言ってたからちょっと信じてやばいねいつなってもおかしくないもうできればなってほしいプラスが減っちゃう光らせればいいんだけどねあー流れた流れた残念ビタリンゴビタリンゴここにビタリンゴここにビタリンゴビタリンゴズルリンゴって言おうと思ったらビタリンゴで終わっちゃった焦っちゃったあでもね間違いなく勝ったと思われますそれじゃ早速コインの方を流してみたいと思いますえいえいあじゃあお願いしますじゃらじゃら300いけーいかなかった293枚はいということで今回の結果293枚やったはーい実践終了実践終了やったーちょこっとやったーということで、今回こちら、メッセクラガノ店さんで実践した機種は、北谷さんのニューアイムジャグラー EX を打ちまして投資枚数が235枚の獲得枚数が、293枚ということでプラス58枚ですやりましたいやねまあ撮影してるのは12月の22日なんですけどまあ動画配信されてるのが、1月ということで2015年ようやく初勝利ですやりましたネタバレになりますねこのここにいる方にとってやりましたいやでもねほんと嬉しいですねこれからもねちょっと頑張ってね、2015年こそは収支をねプラマイゼロにそしてさらにプラスにね持っていきたいと思いますので、ね、引き続き応援の方よろしくお願いいたしますヘイテックも光っちゃうこちらメッセクラガノ店さん宣伝をちょっとだけ1月にですね真相回転がありますちょっと日にちはねちょっと言えないんでねぜひねメール会員になってね情報をゲットしてあ明日なんだ分かった方はぜひこちらメッセクラガノ店さんね来ちゃってくださいその時にはね寝台でサラリーマン金太郎出世街道編がね導入されてますんでねぜひねうちに来ちゃってくださいあとですね、この動画が配信されてる頃にはもう12月中に増大完了してるんですけどスーパービンゴネオね増大されてまたまた4000枚5000枚さらには万枚とかね出ちゃうんでねぜひねスーパービンゴ大好きな方もこちらメッセクラガノ店さんへ遊びに来ちゃってください今回僕は勝ちました次回も頑張ります引き続き応援の方よろしくお願いいたします次回も勝つよえいえいYouTube はこんなに楽しい人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く YouTube ダウンロードしてねえいえい